同胞ドジャース、地区優勝結局余裕。パドレスも D-BAXも息切れした模様。もう10年くらい連続で優勝してるやろ。今年から見始めたにわか大谷アンチはパドレスと D-BAXの追い上げすげえドジャース陥落しそうとか喜んでた模様。大谷の胴上げが見られるんか。する方だぞ。地区優勝なんか余裕だろ。問題はポストシーズン。カーショー任せろ。なお管理体制でしたから数えるような勝率。結局100勝できそうなの？残り19戦だっけなで14勝すれば100勝やね。今日久々の完封勝利ちゃうか？シーズン成績だけは強いよなこいつら。大谷いらんかったな。今のゲーム差だと大谷いなかったらめくられてるぞ。大谷獲得も含めて何十にも保険かけたのか成功した。そもそも今季 MLB 最高勝率なんやら？優勝して PO 負けてるイメージしかない。カーショーもうなだれてる絵しか浮かばない。大谷が疫病神とは一体何だったのだろう。ポストシーズンでワイルドカードから上がってきたパドレスか D-BAXにあっさり負けそうなんだよな。開幕前120勝とか言われてたから、ここまで争ってる時点で残念な感じだと思う。野球というスポーツにおいて7割8割勝つって基本ありえないからパドレスとダイヤモンドバックスはどっかで収束するって分かりきってた。どうせポストシーズンで早々に負けるからレギュラーシーズン対して関係ないだろ。ご視聴ありがとうございました。